ちゃっこんにちは。なんか不運な始まり方ですね。タイマーが、タイマーがガタッと落ちるという、もうさ永遠のテーマになってんだよタイマーね。そういつもこけるというね。そう、不安定、不安定、私たち YouTube みたいにならないようにして。そうだよ、あの今日はそうです、開幕スタメン大予想の第2弾、はい、今日はオリックスソフトバンクのカードです、はい。まあ、昨年のねこう A クラスの、まあ、優勝チームと。でもさ、オリックスは当てる方が難しいぞ。まあ、そうなんですよ、ね。でもさ、シーズン中だって100何通りあるわけでしょ、うん、これは難しい。だからもうオリックスは当たらないってことを前提に、まあ、でも誰が出てるかっていうことがね、あ、打順は、まあまあ、置いといて、まあ、置いといて、はい。でも状態のいい選手、使いたい選手多いな。まだ状態いいんですね、やっぱオリックスの選手たち。まあまあそこそこいいよな、うん、みんなな、大体。じゃあ行きますよ。もう行く、もう行きます。もう余談なしと、ね、もう行きます。1番、はい、オリックス、はい、レフト西川。お、西川龍馬選手、はい、はい。まあここら辺はやっぱが巧みなバットコントロールと、まあ出塁率、フォアボール取る技術も長けてるし、はい、だからまあそういう意味では、まあ、西川かなっていうような感じがするね。まあ、1番が適任ということですね、はい、はいはい。2番、2番はサード宗。お、宗選手、はい、うん。まあ、宗はエンドラインやらしてもいいし、うん、まあ、バントやらしてもいいし、うん、っていうようなところで、まあ、揺さぶれるかなという、ね、うん、まあ、そんな感じがする、ね。実は豊さん、ここサードのポジション迷ってたんですか、ね、迷ってた。太田がいいんだよ。現時点でオープン戦打率3割超えですよね。そうだな。で、宗選手が2割6分くらいなので、太田いいな、今年。でもやっぱこういろいろ考えた結果、はい、昨年の功労者もあるよね、宗って。そうですね。でサードの守備って考えると、うん、やっぱ外せないかなって思うよね。あとは相手の先発ピッチャー、まあ有原だからな、はい、右だから、うん、まあ、そのまま宗を使うというね、うん、まあ、左バッターを使っていくっていうことは、まあ、考えられるけどもね。ここもしかすると中島監督、太田選手が来る可能性もゼロではないんですか。ゼロでは俺はないと思う、うん、ゼロではないと思うけども、やっぱ最初のモチベーションっていうのはさ、はい、じゃあ誰にモチベーションを持たせた方がいいかっていうと、うん、やっぱ宗だよね。まあそうですね、当然、まあ、レギュラーとしてそうなってきますね、うん、そっか、はい。じゃあ2番はサード宗選手、はい、3番です。3番はセンター中川。お、中川選手3番。中川はね、やっぱ勝負強いんだよね、はい、このバッターって、うん。でオープン戦の時いろんなところポジションを打ってるけども、やっぱ昨年のその日本シリーズでやっぱ中川が3番に入る、はい、やっぱ勝負強さっていうのは光るよね、うん。だからまあやっぱこう守備力とか、まあ、いろんなことも考えてもセンターっていうのは守ってほしいし、はい、1、2、3という動けるね、うん、打順も組みたいだろうし、うん、だからまあ中川かなっていうような感じがするよね、うん。まあオープン戦でね、紅林っていうのも多かったんだけど3番、はい。まあ、だけどそのやっぱ相手を動きを警戒させるっていう意味では、うん、やっぱ中川を上位に持っていった方がいいんだけどね、うん。まあ、あのオープン戦でもあの4割超え中川でしょ。まあどこ打ったっていいんだよ。そうですね。いやだからだけど3番がしっくりくるかなと思ってんだよね、うんうん。なるほど、はい。4番はもうこの人ですね。まあファーストトング、はい、ね、まあ、そうでしょうね、はいはい。で5番が DH もいた。こういうクリーンナップになっていくってことなんですね。まあそうだね。まあ開幕マスクっていうのはやっぱ若月だと思うんだよね、はい、宮城と、うんうん。だから4番に頓宮、うん、今年はやっぱり責任を持たすんじゃないかなと思って、その頓宮選手に。そうだね、うんうんうん。で、まあ、昨年の首位打者だし、うん、で森っていうことも考えるけども、うん、そうだな、やっぱこう森がキャッチャーをやるとしたら4番という負担というよりも、はい、まあ、DH でも5番の方がそのポジションに慣れてもらうという意味でも、うんうんうん、まあ、いいのかなっていうふうに思って、まあ、今年は4番頓宮でいくと、うんうん、まあ、そういう感じがするけどね。なるほど、はい。なんか開幕のマスクはやっぱり若月選手なんだなってところですね、はい。で森がマスクかぶっても、まあ、ちょっと4番の負担よりは5番の方がいいかなと思って、うん、まあ、DH 森、はい、5番、うん、でキャッチャーやっても森5番みたいな、そんな感じかなっていうふうに思うんだよね。
そこだけは何か5番から外さないような気がすると、ね、うん、はい、6番です。6番ライト杉本、はい、はい、で7番、はい、ショート紅林、はい、このね杉本紅林のこのラインっていうのは、うん、すごく相性がよく感じるんだよね。なんかあの前回の動画では山田選手と村上選手は離した方が相性いいと、うん、逆にここはくっついてた方が、これはやらしいと思うんだよ。あの紅林がね、いろんなバッティングを覚えて、はい、前のランナーを生かすようなバッティングをしてくれるんだよね、うんうん、でその杉本となんかすごく相性がよく見えるんだよ、うんうん、だからここら辺は離さないで、うん、紅林3番ということも考えたけども、杉本が入ってくるんだったら杉本の後ろを使いたいなっていうふうに思ってる。なるほど。この杉本が紅林ってこの順はシーズン通してなんかこうこういう順でいきたいなっていうのはあるんですね、はい、うん、で8番、はい、セカンドゴンザレス、はい、8番だよゴンザレス。ゴンザレスが8番だ、もったいないけどね。まあでも他がね打ってるっていうところもあるのか、うん、だから宗と変えてもいいんだけど2番にゴンザレスでもいいと。おでも宗8番だと不適されちゃうからそうですかいやいや、そのぐらいみんなも成長してきてるし、そうですね、いやゴンザレスの状態もいい、うん、でもゴンザレスが8番にいるとものすごく嫌だよね。まあそうですね、そこにもまだ気抜けない選手がいるっていう。いやいるよ、うん、ね、で9番に若月、はい、キャッチャーね、キャッチャー、はい、はい、だけど広岡もいいんだよ。あそうですね、だ最初杉本がちょっとでも悪かったら広岡行こうかなみたいな、うん、動けるし、ね、だからその最終的なその開幕に近いところの状態でどっちがいいかで変えるかも。いや変えないと思うよ、やっぱ杉本でいくと思う。そうかそうか、うん、だからまあこういうオーダーになったけどね。でオリックスは先発ピッチャーがまだ言われていません。オリックス、はい、おそらく宮城じゃないかなと思うんだよ。うん、宮城投手、はい、まあ、やっぱり山本抜けたら宮城でしょ。まあそうですよね、で昨年は WBC があったから、うん、山下俊平太っていうのが来たけど、まあ、俊平太もいいからな、うん、まあだけどやっぱこうオリックスのじゃあ顔はどっちなんだって言ったら宮城だよ。そうですね、あ、うん、で宮城は丈夫だしな、うん、だから宮城で行くのかなっていうふうに思ってソフトバンクのオーダーを決めた。わ、はい、うん、かりました。じゃあそのソフトバンクのオーダー1番からお願いします。1番、はい、ライト柳田、はい、あの柳田、ね、ギターをね1番出てオープン戦でも嫌だぞお前いきなりホームランかまされるんじゃないかっていうバッターが出てくると、そうです、それとやっぱり選球眼もいいよ、うん、だから出塁率も高くなってくる、うん、1番バッター柳田、はい、ギターの1番、これは嫌だと思うよ相手は。そうか、今までそうしてなかったっていうのはシーズン、いやそれはね、クリーンアップのメンバーがいなかったという、はい、そうかそうか。でも柳田がやっぱクリーンアップで走者を返してくれないと困ってたんだよね、うん、今までは、うん、でもその分やっぱ打線を組むのに余裕が出てるということだよ選手。そういうことか、うん、だから小久保監督もギータを1番で使ったりってことなんですね。はい、1番柳田選手、はい、で2番ショート今宮、うん、今宮選手スタメンで、オープン戦でもいいつなぎするんだよ、粘って粘ってフォアボールとかさ、うんうん、だから柳田が出て今宮立たれると何でもできるしさ。そうですね、俺は嫌だと思うよ。で返すのが、まあ、3番 DH ウォーカー。ここウォーカーですね3番、やっぱね、はい、ホームラン打つなこの選手は。打ってましたね、いい選手取ったな、うん、あの一瞬やっぱ風貌が誰だか分からなくて、どこの外国人取ってきたの。いやジャイアンツはもう可愛かったけどさ全然今ソフトバンク行ったら、ね、なんかな、そう野生味が出てきたね。そうなんです、非常に怖さがね、頼もしいし怖さありますね、はい、で3番ウォーカー、そして4番が、はい、4番がファースト山川、うん、そうですね、やっぱ山川打つかもな、打ちますね打つかもなっていうか、まあもともと打てるバッターなんだけどさ、うん、1年のブランクが、はい、まあ、あったにしても、うん、まあ、そこそこ打ってくるかなっていうの感じはするね。打ってますしね、打ってるしな、すごいなってそこ思いました。でその後ろを打つのが5番近藤、近藤選手が5番、はい、近藤はいやらしいバッターから昨年怖さのあるバッターになった、はい、でホームランも増えたし、勝負強いな、うん、くなったな、これが山川の後ろにいたら
やっぱ山川そうそう歩かせらんないよ。無理ですね。これはやっぱ3番に近藤選手を置くよりも5番に置いた方がいいっていうことを、やっぱ怖さ、相手のプレッシャーが違うよね、うん、山川の後ろに近藤がいるっていう。嫌ですね。確かに嫌だよ、うん、粘れるし。そうですね。また出られちゃうし、ね、いやそうしたら出られちゃったら次がサード栗原だ、うんうん、栗原選手が6番。これまた嫌だぞ、まあ、本当に調子もちょっとずつ上げてきましたしね。いや本当本当、うんうん、いやだからこの打順は本当に破壊力あるし、いやらしさが詰まってるよな、ここまで。1番からここまで6番まで嫌ですね、本当に。そうだろ、はい、で7番牧原。あ、牧原選手、はい、これジョーカーと言われてる男だからな。そうですね。ここで牧原選手登場となあ、嫌、うん、だぞお前永遠嫌で、嫌がずっと続くって。いや本当だよ。でで8番キャッチャー甲斐選手、はい、うん、やっぱまだ健在ですもんね。なあ、うん、で、はい、ラストがシュート、うん、シュート選手、はい、うん、本来なら、うん、右ピッチャーであればスタートをシュート1番でもよかったんだけどね。あー、うん、そっか、あの左の宮城投手を豊さんは先発に想定してるから、まあ、シュートは、うん、まあ、打てないっていうことではないけども、はい、やっぱり左を少し苦手としてるよね、うんうん、だからまあ出てくれたら儲けもんというようなことだよ、うん、はい、だからまあこうなったけど、はい、でソフトバンクはね、もう開幕先発が有原投手が発表されてますので、まあ、安定してるからな。いや、こう見るとオリックスもソフトバンクもその打線の破壊力というか、いや、なんかすごいですね、得点。まあそうだな、でもオリックスの方がつなぎ、うん、ソフトバンクの方が、まあ、ちょっと破壊力というか、ありますね、まあ、そういうのはあるな、うん、これどうなんですか、打ち合いになりそうですか、開幕から。いや、そんなになんないと思うよ。なんない。それはなかなかホームラン打てるピッチャーじゃないじゃん、宮城も有原も、はい、だから3点境だと思う。おお、これ3点境なんですね。もう分かりました。このカードは京セラドームで18時プレイボールということで、はい、まあ、そうだね、はい、はい、こちらも楽しみですね。まあ楽しみだな、はい、はい。